皆さんこんにちは、りゅうかです。はい、今回ですね、僕も大好きなロフトさんのこの春注目のアイテムをたくさんレビューしていこうと思います。ではロフトでは、まずこちらです。プリーン、この&B UV ミルクスタンダード 120g ミニピンクスポンジ付きです。で、この&B がメイクアップアーティストの川北祐介さん、そのメイクアップアーティストの川北祐介さんがプロデュースしているブランドで、その最近使ってる人が多くてめっちゃ気になってたので、めちゃくちゃ使ってみたかったんです。実際に手に塗っています。見えますか？見えますか？こんな感じのテクスチャー、テクスチャーで、めっちゃ伸びる、マジで。わかりますか？このめっちゃ伸びやすくて、香りも、ちょっとなんか柑橘系みたいな。柑橘系っていうか、なんか、濃くない柑橘系みたいな感じなんですけど。こんな感じでね、こんな感じで塗っていくと、これは顔と体用っていうか、両方いけるからめっちゃいいし、あとこれ見えますか？見える？よく見ると、なんかパールが入ってて、こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方なんですけど、こんな感じでちょっとトーンアップする感じがあるから、メイクしない日、っていうか、これだけでいいぐらいかも。ほんと普段使って乳液ぐらい伸ばしやすくて、めっちゃ伸ばしやすいから、使いやすいかなって思います。あと、石鹸でオフできる。石鹸でオフできるから、お風呂の時に、普通に体洗う時だけとか、洗顔で落ちるから、ほんとに、いいと思います。&B!あとその SPF50 で PA4+ プラスプラス PA プラス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 だから、これから紫外線が強くなる季節だから本当にぴったり。2つ目のアイテムはこちらです。プリーン、マニフィークのマニフィークサンスクリーンです。で、これは3月に発売された、3月に新しく発売された日焼け止めなんですけど、その強い紫外線とか花粉とかホコリとか、そう、今僕花粉やべえ、その花粉とかチリとかホコリとかなどのストレスから肌を守ってくるアイテムらしいです。実際に出してみます。こんな感じで、わーお、めちゃくちゃこんな感じでサラサラ伸びるんですけど、すごっ。てか、香りは、なんだろう。めっちゃいい匂い。なんか上品な香り。上品っていうか、なんかめっちゃいい匂い。日焼け止め乳液だけど、本当に塗ったらサラサラにしてくれるからめっちゃいいかも。いや、本当この通り見えますか？僕は本当結構汗かいちゃうから、本当にこの季節もさらに汗かいちゃうから、サラサラの日焼け止めはめちゃくちゃ重宝流河です。で、3つ目のアイテムはこちらです。プリーン！ラロシポゼのロフト限定トーンアップキット 22SS と、ロフト限定トーンアップキット 22S です。で、このラロシポゼ UV で XL プロテクショントーンアップは、僕は毎日メイク、毎日メイクとかでもよく使ってて大好きな人たちなんですけど、それがこちらです。プリーン！このロフト限定、の春の新商品の、このエファグラピールケアセラムがセットになって販売されるみたいで、このピンクベージュっていうか、ローズの方と、無色タイプがあるので、最高です。実際に肌に出しています。こっちがローズの方で、こっちが無色のタイプなんですけど、ちょっとつけすぎちゃったんですけど、ほんと塗りやすい、ラロシポゼ。少量でも全然伸びるんですけど、こんな感じで、はい。で、こっちがこんな感じで、無色のやつですね。ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、みずみずしすぎないけど、みずみずしいみたいな。大好きです。ちょっとこっちはちょっとつけすぎ、ちょっと量が多かったんですけど、こんな感じで。結構普通にトーンアップ、します。四つ目のアイテムはこちらです。プリーン！ロレアルパリのウォータートリートメントです。いや、本当に僕から見ての通り、本当ずっと最近派手髪っていうか、金髪からのシルバー、これもちょっと色落ちたけど、本当に最近明るい髪が多くて、その V 字チーズとかもしてるし、そのヘアアイロンとかもしてるから、結構当たり前っていうか、ダメージです。韓国のアイドルみたいなサラサラの髪の毛になりたいけど、多分おそらく、またブリッジとかしちゃうから、サラサラな髪で痛い。なので、ウォータートリートメントを使っていこうと思います。だし、このウォータートリートメントっていう言葉最近聞くじゃん。効果に期待です。5つ目のアイテムはこちらです。プリーン！資生堂面のスキンケアシリーズです。これが資生堂面フェイスクレンザーで、これは資生堂面ハイドレーティングローションです。で、これが資生堂面アルティミウンパワーライジングコンセントレートです。最後に、資生堂面バイブラント BB モイスチャライザーです。これが男性肌に着目したスキンケア成分配合の洗顔料らしくて、なんていうの、なんかほんと、ヒゲとかもするし、ほんとに、なんて言うんだろう。パサパサなんですけど、これは肌に潤いを残しながらも、洗い落とすみたいな、なんていうの、洗い流して、肌をリフレッシュさせてくれらしくて。だし、あと、これを、シェービングフォーム、ヒゲ剃りとしても使えるらしくて、一石二鳥です。テクスチャーは、結構ずっしりしたっていうか、しっかりした感じ、顔を包んでくれそう。で、次にこのハイドレーティングローションなんですけど、こんな感じ。わーお！
本当にあの、あ、見よう見えますか水みたいな感じで、すべすべっていうか、さらさらみたいな。こんな感じ、あの、こんな感じに塗っちゃうんですけど、その過剰な皮脂によるそのダメージっていうか、その、肌のダメージを防ぎながら、たっぷりと水分補給してくれるらしくて、さっぱりしてる感じ、そう、さっぱりしてる感じで、あの、保湿成分の、あの、ダメージディフェンスコンプレックスっていうその、成分も配合されてるから、だから肌を守ってくれるらしくて、うん。お願いします。で、次にこの、資生堂綿アルティミューンパワライジングコンセントレート、美容液です。そう、この美容液、そう、美容液なんですけど、わーお、しっとり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 、つけ心地もいいんですけど、香りも匂いも香りも最高です。あの公式ページにも書いてあるんですけど、トリプルツバキエキス配合テクノロジーっていう、テクノロジーだよ、名前からすごそうな、そのテクノロジーが搭載されてて、キメを整えて健康的な印象へ導いてくれる美容液らしいので、頼もしすぎます。次はこちらです。プリーン、資生堂綿バイブラント BB モイスチャライザー色付き日用クリームです。こんな感じで、あの、真っ白じゃなくてなんかちょっと色ついてるみたいな感じなんですけど、こんな感じで、あの、すぐ馴染んで、あの、伸びもいいんですけど、肌を保湿しながら、見た目の印象をアップさせる、あの、日用クリームです。普通にこっちに塗ればよかった。普通にこっちじゃなくてこっちに塗ればよかったんですけど、これぐらい、うん。もうほんと少量だけでもすぐ伸びるし、馴染むし、パサパサしない感じ、あの、しっとりするんですけど、そのクマとかシミとか、あの、ニキビ跡とか、ヒゲっていうか、あの、青ヒゲとか、あの、肌の赤みとかをカバーしてくれるんですけど、プリンこんな感じで塗ったんですけど、なんか結構あの、自然な感じでカバーしてくれて、どう？で、6個目のアイテムはこちらです。プリン！これはブロー&ティップスのスーパークリアボディウォッシュです。で、あの、このブロー&ティップスっていうブランドが韓国初なんですけど、このボディウォッシュなんですけど、これは、顔と体がどっちも生きるらしくて、めっちゃ良くない？僕あの本当にこう見えて、あの、一石二鳥系の商品大好きなんですけど、最高です。天然ハーブオイルの香りで、その匂いも、その荒れた感じも本当にあーって、あ、ちょうどいい、あの、清涼感で、あの、本当に最高です。清涼感いる？と思うかもしれない。あの、大事です。で、次に7個目のアイテムです。こちらです。プリーン、これがエイトゾタラソ U の CBD& カーミングエクストラスリーク集中ヘアマスクで、このそれのミニサイズと、ピーン、このエイトザサラソユーの CBD& リラクシングバブルスパ炭酸泡シャンプーです。そう、泡シャンプーなの。そう。こんな感じの泡で出てくるんですけど、すごくない？こんな感じの泡で、あの、頭をね、泡シャンプーするんですけど、ほんとめちゃくちゃ濃密な感じなんですけど、濃密 3000ppm っていうその炭酸泡が頭皮の毛穴まで入り込んで、髪の汚れとかをしっかり洗浄してくるらしくて、炭酸スパ体験が家でできるって感じで、超楽しいし、あの、これはあの、弱酸性の洗浄成分なので、優しい、あの、洗い心地で、その必要な油分は落としすぎずに洗浄できるから最高です。この炭酸泡シャンプーが、そのトリートメントとか、その集中ヘアマスク浸透サポートしてくれるらしくて、最高の組み合わせです。イエイ。あの、さっき、あの、集中ヘアマスクって言ってるんですけど、これが、あの、コンディショナー、ヘアパック、マッサージクリームが一つになった、あの、やばいやつです。コンディショナーとかよりはなんか柔らかくてみたいな、こんな感じでトゥルトゥルな感じなんですけど、で、その、これが、その、髪の補修ケアとマッサージが同時にできて、本当に、あの、これまた一石二鳥の、馴染ませて、あの、優しく保護すように、頭皮にマッサージします。で、プリーン！あの、この、これのね、あの、ミニサイズもあって、あの、ちょっと気になるっていうか、やってみたいなって感じで、うん。まあ、使ってみて、めっちゃお気に入りってなったら、本当に、あの、こっちに買ってみたり、お試しあれ。で、最後の8アイテム前の商品です。こちらです。プリーン！アンビーク薬用リブーマルクリームと、アンビークアフターシェイブローションで、あの、これが、あの、除毛クリームで、こっちが顔と全身の化粧水です。あの、プリーンだ、この、あの、ヘラもついてきて、これで僕、あの、足をね、こんな感じで、あの、こんな感じで、あの、これを塗った、あの、こんな感じでこれ塗って、その後に、あの、化粧水とかでやったんですけど、これめっちゃ使いやすかった。これめっちゃ使いやすい。これ本当に、あの、皆さんも知ってる通り、僕本当半ズボンが好きっていうか、あの、まあ、ダンスを踊る時とか、あの、まあ、この季節もうすぐ暖かくなったら半ズボン履くんですけど、その時には僕いつも足の毛を剃るんですけど、これ本当に塗って待つだけで、あの、除毛ができるんですけど、で、これを使って除毛した後に、これでスピーン、この全身系ローションで、その保湿するんですけど、本当に除毛とかした後、本当に、あの、保湿が大事なので、本当こうやって、あの、セットでね、あの、こういうセットで販売してるからめっちゃ楽です。で、わーお、あの、本当になんか、あの、化粧水ってか、あの、さらさら、あの、こんな感じで結構、あの、しっとり系のローションなんですけど、植物性のヒアルロン酸とかアロエ成分で、除毛後の肌を優しくケアします。はい、というわけで今回はロフトの春のおすすめアイテムをレビューしました。どうでしたか？今回のタイプさせていただいたロフトさんの、このロフトコスメフェスティバル 2022SS セカンドが、4月16日の土曜日から5月29日の日曜日まで、全国のロフトと、あの、ロフトのネットストアにて、あの、開催しています。
あの、今季は性別にとらわれずコスメを楽しめるように、メンズとかジェンダーレスコスメを中心に多数取り揃えているらしいので、ぜひチェックしてみてください。ただロフト公式インスタグラムのサブアカウントで、ロフト×コスメが3月1日にスタートしました。ロフトコスメ最旬とか、注目情報を配信しているらしいので、ぜひフォローしてみてください。じゃあみんな、バイバーイ。ロフト？イェイ。